つべー。うるつべー。気が向いたからトニーの島の埴輪に話しかけてみたらさ、なんかすごいことになってたんだよね。常吉が9730ベル集まってまひ。あと270ベルでひ。え？本当なら10万ベルかかるところが270ベル ?99810 ベル集まっておりまひ。あと190ベルでひ。え？こっちはさらに安い190ベル。ということはだな、この一番高い22万8000ベルの青い鉄骨階段を、めっちゃ安く設置できるんじゃ？という企画だよ。いやさすがにそれは無理じゃね？私はできると思うけどな。てかここにこれを設置したから後ですごく邪魔になったんだよね。無計画なんだから。ゼロベルでひ。本当に募金されるのかね？よしじゃあ早速次の日にしてみよう。数千円しか寄付されてるの見たことないわ。確かに。1238ベル集まっておりまひ。多い1日で1238ベル。予想よりは多い。2476ベルでひ。3714ベルでひ。4952ベルでひ。完成でひ。は？いや毎日写真撮ってさ、それをスライドショーにしようとしたの。うん？そしたら写真の表示方法が、スイッチ本体が設定してる日付順に表示されるんだって。ん？どういうこと？一日ずつ時間をずらしていってたらよかったんだけど、ほら私時空を旅したからさ。あつ森内の日付を動かすために、時間を戻したら写真の時間もその時間になるってこと？図に書いて説明したいが図に表すこともできぬ。夢には秋にする予定だったから秋に設定してたけど、そのまま雪の結晶集めに冬に突入したり、夏の様子も見に行きたくて夏に戻ったりしたから。もう写真の順番がバラバラなんですよ。でもこれ1238ベルずつ増えるんでしょ？そうだよ。なら22万8000ベル割る1238ベルは、184余りだから半年後に飛べばよくね。それがねえフラン、あつ森はそんなに甘くないんだよ。え、ちゃんとログインみたいなのしないとダメなの？そうそう、ちゃんと試したけど、ログインしないと募金は増えてなかったんだよね。ということはあんた、なんだい？まさか180日、ログインしたの？しましたとも、これがその証拠じゃないか。ただのスライドショーだぞ。いつ終わるんだよこれ。長いな。調べたらあと1分半以上あるので興味のない人は4分ぐらいまで飛ばしてね。じゃこのスピードのスライドショーで約2分あるとか。スライドショーでこれなんだ。正直終わる気がしなかったよ。さっきも話したけど、邪魔なところに設置しちゃったから。しまくりも思うようにはかどらんかったしな。それは自業自得。目につくとこに置いとかないと話しかけるの忘れると思ったのが、間違いだったのかもしれない。これどうやって180日ログインしたの？そんなのひたすらだよ。ひたすら。ひたすらただただひたすら。ロード時間は何してたの？家にいたらスマホで別ゲーしたり。ユニア、ポケモリ、人狼ジャッジメントか。たまにぷよくえもかな。あとは掃除したり新聞読んだり。まあユニアことユニゾンエアーが一番多いかな。曲がスタートしてから、ゲトラ短期トータラー。とか言い出すからどうやって A ボタン押すか悩んでたよ。で、どうやったの？教え連鎖してくれ。さては足で押したな。いい子も良い子じゃなくても真似しないでね。ハブちゃんに怒られなさい。反省します。まだ時間あるから別の話。まだあるのか。最近滝絵が表示されんくなってな。え、でもこうやって今表示されてるじゃん。これは滝絵設定で表示してるんじゃないんだ。画像を貼るのと同じ方法で表示してるだけなんだ。もともと動かしてないから違和感ないってことね。動かせないだけなんですけどね。あ、そうだったね。理由はわかんないの？多分ゆっくりムービーメーカー4がセキュリティソフトに認識されてなくて、セキュリティが何かしたんだよね。遮断しましたみたいな警告文出てたからね。セキュリティソフトの設定を変えたいけどよくわからん。まあ1ヶ月間お試しで最初から入れられてるやつだもんね。新たにダウンロードしたら？たちえ。それもな、前まで何もしなくても回答できたのに、今回はできんかったんよな。あ、終わったみたいだね。これが最後かな。いい笑顔だ。うん、いい笑顔。じゃなくて最終いくら払ったの？大丈夫。さすがにカウントダウンは動画で撮ってる。あと9655ベルでひ。一番辛かったのはやっぱ半分超えるまでだね。7万、8万あたりが本当に辛かったな。マラソンとかもそのあたりが一番苦しいよね。残り1万ベルぐらいなのに見てるだけでも長いな。あと3日ぐらいかな。正直ゲーム時間よりロード時間が長かったこの頃。それはそれで面白いな。はい、ではついにやってきました最終日。いくらかな楽しみだね。227,689ベル集まっておりまひ。あと311ベルでひ。311ベル。ふっふ、努力の結晶だ。あれ？不戦勝ったの？ついでにもう一つ検証。ゼロベルにはならないのかな？確かに昨日寄付されてたらゼロベル。227,689ベル集まっておりまひ。あと311ベルでひ。やっぱ変わらんね、オッケー。さすがに募金するよね。いや中止しても面白いと思ったんだけど、
さすがに住民に悪いからさ、とりあえず完成だけさせようかな。すぐ壊すのもどうかと思うけどな。うわ、雨の日なんて早いんだな。なら時間変えなさいよ。もうそんな気力ない。見よこの立派な青い鉄骨階段を。ベル稼ぎして階段完成させるのとどっちが楽？そんなのベル稼ぎに決まってるじゃないか。お疲れ様でした。お疲れ様。はい、タヌキ撤去して。それではご視聴ありがとうございました。またね。